った今日も雨だよ。でもまあしょうがないね、雨は天からの贈り物。それにね、ほら西の空を見てください。もうね、明るくなってますよ。夕方には雨は上がるんじゃないかと、そんな淡い期待を抱いて今日もここに釣りにやってまいりました。現在15時40分。ほらね、雨は上がりましたよ。でもね、なんか今日はね、だいぶ濁りが入ってんね、これね。雨水による濁りかな。これだけ濁りが入っちゃうとね、三重バスを確認できないので、ちょっとね、こう三重バス釣りの私には厳しいとこですけど、でもね、先週数釣りができたんで、まあね、ブラックバスいないっていうわけじゃないでしょうから、今日もね、ドバミミズを餌にして手竿でブラックバスを狙ってみようと思います。おー、釣れた釣れた。ひょー、すっごいちっこい小バスが釣れました。ほら、こんなちっこいバスが釣れました。でもバスはバスです。あー、釣れた釣れた、釣れました釣れました。チビバスゲットです。よし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 、じゃあね、抜き上げますよ。せーの、そら。はい、食い頃サイズのチビバスゲットです。いや、ほら、やっぱこの目のところは傷か、傷だな、汚れじゃなくて。あ、また痩せたんじゃないの。痩せた。ああ、でもお腹がへこんだから子供は産んだのかな、それとも生まれるのか。産んだんだな。うん、なんか産んだんだよな。おじゃよ、猫かんな、これな、出してやったからよ。ほら、ここだここだ。カーって言うなっつーの。ん？食った？ねえ、食ったの？ん？食ってないじゃん。もう乾き物は絶対食わないの。ほら、乾き物だけは残してます。なんだよ。なあ、せっかく猫ビスケット混ぜといてやったのによ。ほいでね、懸案の、これなんですけど、懸案の。覚えてる？これ。ねえ、覚えてる？これ。また出ちゃったんだよ。また持ってきちゃったんだよ。ニャじゃなくてよ。頼むよ、これ。ね？差し上げますから。今回もね、はい、あーじゃなくて、ダメ、頼むよ。ほら、頼みます。お願いしてんでしょ。ん、ん、わかった、これ。あ、いてて、で、これ、あ、痛い痛い、この野郎、やりやがった、泣くぞ。おい、これだよ、これ。あ、じゃねえよ、痛えよ、血が出てきましたね。え、頼むよ、これ。だからよ、これが釣ってんだろ、これ。お、お、お、またやりやがった、この野郎。チキショー、どうあっても食ってくんねえ。はい、今回持ち帰ったのはこのちびっこいバス2匹です。それで今日はね、河原の茂みの中に野イチゴが鳴っているのを見つけましたので、それをですね、このように積んできました。ということで今日の料理は、このブラックバスをオリーブオイルでソテーして、それにこの野イチゴで作ったソースを添えるというおしゃれな料理に挑戦してみようと思います。
ブラックバスは一応鱗を取って三枚に下ろします。今回も皮はつけたまま使いますので、鱗とぬめりは丁寧に取ります。はい、そうしましたらね、このバスを食べる上で最も重要なところですね、バスの臭いところを取り除きます。それはですね、もう何度も言ってますけどね、ここね、この膜がついてますでしょ、これ浮き袋なんですよね。この膜をですね、こうハサミで切りますと、この部分にね、ほら、これは小さいからあまりついてませんけど、ここにこう油のようなものがついてますね。これ油なんですけどね、このね、こう油、こちらにもこうついてます。このブリブリっとしたなんかこう線のようにね、これが臭いんです。ですからここを取り去らなければいけません。今回は三枚におろした後にこのあばら骨をすき取りますので、その時にこの油もすき取ってしまうことになります。はい、これであばら骨をすき取るとともに、この臭い油もすき取ってしまいました。はい、これで三枚おろしが完了して、全く骨のない状態になりました。こちらのね、ものすごくちびっこいやつは血合い骨は取らなくても大丈夫です。それで今回もこのように皮はつけたまま使います。このぐらいの大きさのバスですとね、ブラックバスの皮は全く臭くありません。それでこちらのバスは、まあ食べやすい大きさに適当にこう半分に切りましょうか。まあこんな感じね。この焦げ付き防止のアルミホイルを適当なフライパンに敷きまして、ここにこのオリーブオイルをだらっと注ぎ込みます。そしてブラックバスの切り身をこのように並べます。適当にね、こうね、黒胡椒をぶっかけてからソテーします。それでこの野いちごソースはですね、この岩谷産業から出ているミルサーを使って、まず野いちごを粉砕します。このようにミルサーにセットしたら、これを粉砕しやすいようにごく少量の白ワインを加えます。はい、それでは粉砕しましょう。はい、このようにね、ジュース状になりました。それで野いちごっていうのは結構ブチブチした細かい種が入ってるんですよね。これを取り除くために、目の細かい網でこれをこします。それでこす時にはここに少量の白ワインを加えるとこしやすくなりますよ。こんな感じでね、こうね、種を分離することができました。そうしましたら、これをこの適当な鍋に入れてですね、ここにさらに白ワインを入れましょう。まあこんなもんでいいかな。それとこの少量の塩を入れます。これを火にかけて適当な時間煮詰めます。まあこんなところでいいですかね。できました。これ見てくださいよ、結構美味しそうっていうかね、料理は目からと言いますが、今回のお料理は目に美味しいお料理ですじゃみたいな感じですよ。まあ何はともあれね、それでは早速
食ってみましょう。それではね、これね、いきますよ。おーだね、野いちごソースがいいね。これがね、どんな味だか私も未知数なんですけどね。じゃあね、ここいきます。これね、オリーブオイルと野いちごのこの酸味がね、ちょうどいいですね。マッチしてますよ。結構ね、思ったより美味しいよこれ。それじゃあね、もう一個いこうか。もう一個ね、ここね、これこうソースをね、いっぱいくっつけていきますか。このね、目にもいいよねこれね。この赤が鮮やかで、なんかちょっと血みたいなんだけどね。でもね、本当に酸味がね、なかなか程いい酸味ですよ、この野いちごのソース。やっぱね、このバスの実っていうのはね、とにかくいつも言いますけど、身の質がいいですね。それに旨味もかなりあります。それに今回はこのね、野いちごソースですよ。これがね、マッチしちゃってますね。県単体らしからぬ目にも綺麗な料理ですね。素晴らしいですよ。私が作ったとは思えない。それでお酒はといえばもちろんね、ワインですよ。白ワイン。いきます。こりゃうまい。なんかね、ちょっとこの言い方がね、下品なんですけど、この下品さがやっぱりね、県単体ですか。そしてそれを補うのが今回の料理のこの綺麗さ加減。すごい綺麗だよね。これさ、どっかのレストランで出せるんじゃない、そう思いませんかね皆さん。いやー、それにしてもね、なんか私もしかしたら料理の才能あるんじゃないのなんてね、錯覚しちゃうような、そんな綺麗な料理ですよ。どっかのフランス料理店のシェフにでも雇ってもらえませんかね。